仕方についても私は本当に乱暴だと思うんですね。自民党の方から防衛費 GDP 比 2% という提言が出てきた、そして岸田総理がバイデン大統領との話の中でその件を持ち出した、そしてこの参議院選挙の直前に、まあ、私は選挙目当てではないかと思いますけれども、防衛費を増額すると 2% にすると、そしてその方向性スケジュールについてはこれからの議論だということで先延ばしにする、本当に私は無責任なことだというふうに思っています。自民党茂木さん、茂木さん、まあ、今の答えていただくのと、そして党としてはじゃあ優先する防衛力の整備の分野だったのはどこなんでしょうか。それから防衛費のですね、まあ、増強についていろんな分野あります。石井さんおっしゃったようにですね、まあ、これから我々が対処すべきなのはですね、例えば宇宙であったりとかサイバーであったり、そういう新しい領域への対処も必要ですし、先ほど新橋さんがおっしゃったようにですね、装備品が古くなっている部分、これはしっかりとですね、ここを新しいものに更新をしていくということが必要だと思いますが、まあ、同時にやっぱりですね、今ミサイルの問題、防衛研究所상명대륙간탄도장착용수소탄시험에서완전상명소수이끄는힘오고세다인민의군용을한몸에안고우리가바라는분갈이니상모두다벗겨주시고이내만김정은동지김정은 동지 당신의 충실한